前回のアクトレスリングは、新シーズンレインボーロードシリーズがスタートした 8.31 新木場公演。第1試合は初心に帰るため自ら新人との試合を志願した夏希とエリサのシングルマッチ。デビュー2戦目のエリサは果敢に食らいついていくが、夏希が安定の強さを見せ勝利。アクトの持つベルトへのリベンジを誓った。第2試合、再びリングに現れた謎多きリコリー、そして新たな刺客ジャッキー阿川。ジャッキー阿川の予測できない動きで翻弄されるが、最後はリコリーの殺人ギロチンが決まる。リークンドー伝道師リコリー、次に現れるのは果たしていつか。第3試合は後楽園で決定された超人朝子軍の記念すべき1戦目。マリがリングに現れるとお腹を押さえてリングを降り、どこかへ消えた朝子。マリとチーのシングルマッチのような状況に。途中腹痛から復活した朝子が戻るが、なかなか試合に参加せず、ようやくチーとチェンジすると、なんと8秒でギブアップ。その後新人全員を超人朝子軍に勧誘し始める朝子。その場にいたエリサが巻き込まれ、次回わらび公園での朝子、チー、エリサ対マリのカードが決定した。メインイベントはアクトレス5対キラーズのマッチアップ。5にとっては初対戦のキラーズのボスのマルはやはり手強い。思うように戦えずキラーズ優位で試合は進み、キラーズの勝利となる。最終形態になるまでもないというマルを筆頭に余裕を見せるキラーズだが、サクラはマイクを取るとキラーズからのベルト奪取を宣言。綾乃へのシングルを要求、そしてマリノはマルへのシングルを要求する。次回わらび公園でマル対マリノのシングルマッチが決定。綾乃とサクラのシングルマッチは行われないが、ベルトへの野心を燃やすサクラだった。9月14日アクトレスリングわらび公園、行けばわかるさてっぺんに。さあ次も一緒にアクトレスガールズ。ナレーションは天翔ゆいでした。台本は水島さくらでした。